どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はオーバーロード見ていきたいと思います。早速見ていきますので、カウントダウンの後スタートです。西王国のザナック、うん、デミウルゴスのこと？いらん。なんか前のラナーの顔を見ちゃってからちょっと怖いよ。そしてフィリップ、まあ、ちょっと今最後に出てきたあのフィリップはさ、1話だか2話だかですごいちょっとなんかのなんだっけ、三男坊だかなんだかだっけ、ちょっとねいいように使われそうな予感がしてた感じがしたけど今回出てくるのか。その王国の話を今してたけど、その王国も魔導国の属国になるのちょっとごめんなさいまた早速全然理解が追いついてない状態なんですけどとりあえずもうドワーフ編は前回で しまったわけだから、今回から新しいまた話が展開していくっていうことですよね。計算会の一手。めっちゃ飲んでるじゃん。今の顔。人望がないじゃないの？
なんでこんな持ち上げてんの？棒読みなんだよな。うわ、うーわ。さっきザナックが言ってた話とつながるの、これが。何すんの？何？どんな話ですか？うわ、何これ？書類がいっぱいあるんだ。西王国。あ、これあの前回のメガネのドラゴンじゃない？え、僕の貴族フィリップってこと？はあ、うんうん、そういうことなの？
やっぱフィリップだ。承認。誰？あのガリガリの。めちゃめちゃ恐れてる。そうか。あれ、どうした、昼間さん。できた。あの虫をやられたやつ。もうあの一瞬で。落ちたね。頑張って昼間さん。
聞いてくれる。シャルティア、ありがとうございます。うん、バカって言われまくってる。殺すの？おお、光ります。どんな罰なの？おお、分かってんの？ああ、分かってんだ。
もうバカげたとかバカとか。国のことを思うんだったら、何ですか、父上、どんな案なんですか。おお、アルベド。はい。わあ、終わりました。3分の1も理解できてないと 思います。ああ、もうこれリアクション動画出すのどうしようかな。もう分かんなかった全然。むずいわ。ああ、来た、アルベド。父上、頭下げた。この父上はすごいね。民のことを思ってすごい人を大事にする人なんだね。いやー、すいません、申し訳ないです。一応リアクション動画としてアップはしますけど、つまんながいいですよね。ちょっとね、本当分かんなかったですわ、今回の話。ということで、同時視聴いただいた方、ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それでは、また次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。